ゃ最後、最後一つ。これは多分ね、最も重要かもしれません。はい、こんにちは、タトラです。さあ今日なんですけれども、本日はですね、旅行関係の動画になっています。僕のチャンネルって結構沖縄移住特化のチャンネルなんですね。沖縄で住んでいて情報発信 YouTube とかね発信してる人の、多分 7,8 割ぐらいは、旅行に関する動画を上げてると思います。でも移住に特化してるってあんまりなくて、なので僕は結構移住特化にしてるというところあるんですけど、まあでもなんだかんだ言っても、これから、旅行シーズンがやってきますから、旅行についての動画も出さなきゃなーなんて思いつつちょっと撮っています。で、今日何をお話しするかというと、僕がオンラインサロンを運営してるんですけれども、そのオンラインサロンの中で、ちょっと話が上がったこと、上がった内容があって、それが、これから沖縄旅行行きますよと。で、沖縄旅行に行くにおいて、気をつけなきゃいけないことを、のベスト3をちょっと考えてみようかなということで、僕なりに考えてみました。で、そこに出てくる1位が、僕のサロンの中でちょっと話題になったことなので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。まあ、もう住んで3年ぐらい経つもんですからね、いろいろと経験してきましたし、観光客の方の声もたくさん、聞きました。その中で、おそらくこれ一番気をつけた方がいいなっていうこと3つです。まず1つ目、ベスト3というわけではないです。大前提としてベスト3というわけではなく、僕の中でおそらくいろんな気をつけなきゃいけないことがある中で、この3つが結構重要かなと思うものをお話します。で、僕の一意見なので、もうそれぐらいの感じで聞いてください。1つ目がですね、時期です。沖縄の観光シーズンの時期っていうのは、だいたい4月から11月ぐらいだとよく言われます。このぐらいがいわゆる沖縄の夏だと言われる時期ですね。これ以外は結構寒いんですよ。で、この4月から11月の中で、どの時期に行ったら一番よくて、どの時期に行くとちょっとまずいのかっていうことをお話しします。まず、行ったらまずい時期から、まずいというかちょっとあんまりおすすめできない時期からご説明しますと、6月から8月です。これなんでなのかというと、まず6月から8月っていうのは、沖縄の台風の季節なんですね。で、もう例えば県民省とかなんかニュースとかで、昔から話題になるんで知ってる人も多いと思うんですけど、沖縄の台風はもう半端ではないです。災害なんですね。なので、ちょっと危ないっていうのもあります。で、あと、これも僕もよく言うし、だんだん僕は慣れてはきたし、この攻略方法も分かってはきたんですけど、沖縄って雨だとすることがね、もうほとんどないんです。沖縄でできることが10あるとしたら、雨が降った途端それを8がなくなるみたいな、2しかやることなくなるみたいな感じなんですよ。だから、雨の時期に沖縄に来るっていうのは本当に、もうこれ運もあるんですけどね、結構天気は運要素が強いというか、ほぼ運だと思うんですけど、やっぱりね、台風が多い時期は雨降る可能性めちゃくちゃ高いし、台風にぶつかる可能性も高いんで、おすすめはできませんよと。で、あと6月から8月がね、沖縄旅行は一番高いんです。めちゃくちゃ高いんですよ。でもそれもね、まず夏だからっていうこともあるし、大型連休がね、例えば夏休みあったりとかがあったりするんで、大型連休があるっていうのとか、沖縄といえば夏でしょ、夏といえばなんか6月、7月、8月ぐらいでしょっていうイメージがやっぱどうしてもあるんで、高くなるのかなとは思うんですけど、とにかく高い。他の時期と比べると値段がなんかトータルの値段が倍ぐらいになったり3倍とかになったりするっていうんで、あんまりちょっとおすすめはできないですね、正直。はい。で、おすすめできる時期っていうのは、要はこれ以外の時期です。5月と4月5月とあともう晴れて10月11月ぐらい、この4ヶ月ぐらいがおすすめです。気温は夏と変わらないのに、値段も安いし、台風の時期じゃないから、台風はあんま来ない、天気晴れや、要は晴れやすいっていう
でっていうのがある、もうこれだけなんですけど、でもまあそこですね、そこを、注意していただければなと思います。で、2つ目な、どうしようかな、2つ目はですね、2つ目は、泊まる場所ですね、泊まる場所。沖縄基本的に大きく分かれると、南部、中部、北部、あと離島みたいな感じで、分かれてるんですけれども、僕が住んでる浦添市は、これは南部かな中部かな微妙なとこなんですけど、その辺りに、位置していて、空港のある那覇市は南部です。で、有名どころで言うとですね、名護市って言われるところ、名護って言われるところはあれ北部です。あと郡島っていうとこがあったりとか、あれも北部です。で、南部で言うと、なんだろう、知念岬っていうとこがあったりとか、二来金井橋って大きい橋があったりとかっていうのは、あれは南城市なんで南部ですみたいな感じなんですけど、これどこに泊まるかっていうので、旅行のプランっていうのはね、ガラッと変わると思っていいです。やっぱり泊まる場所っていうのはどうしても拠点になるので、どこに泊まれば一番いいのかっていうことになるんですよ。でもこれはやりたいことによって変わる。例えば、まあお酒も飲みたいっていうんだったら、基本的に那覇周辺に泊まった方がいいっていうのは当然なんですけど、まあもうとにかく自然のアクティビティを楽しみたいっていうんだったら、逆に那覇に泊まるのは不便かもしれません。やっぱ北部行ったりとかっていうのにどうしても時間がかかっちゃうんで、それだったらもう北部に泊まった方がいい。で、ちょっとねマイナーな旅がしたいというか、まあほとんどの観光客の方ってやっぱどうしても北部とかに行きがちなので、ちょっとあえて南部行きたいとかいう場合は、もう那覇も南部なんですけど、それだったらもう南城市とかそのぐらいのとこまで行って泊まった方が自然も豊かだし海も近いし楽しめるかなと思います。なのでもう泊まるって言ったら那覇でしょうみたいな、イメージある人もいると思うんですけど、那覇以外にも泊まるところはもちろんたくさんあるし、やることによって泊まる場所っていうのは絶対に分けた方がいいので、那覇一択っていう考えを持ってる人はちょっとそれをね転換させてみても面白いんじゃないかなと、思います。最後一つ、これは多分ね最も重要かもしれません。レンタカーです。っていうのも、直近の情報、これがねうちのサロンで一回上がった情報なんですけど、レンタカーが空いてませんっていう投稿がサロン内であって、どういうことって話聞いたら、ゴールデンウィーク5月1日から5日までサロンメンバーの人が沖縄に遊びに来られるんですね。でレンタカー調べたらレンタカーがないんだって。もう空いてないんですよこの時期に。で沖縄中のレンタカーをサロンでバーってみんなで探したんですけど、もうどこも空いてないです。これっていやめっちゃ盲点かもしれないっていうのを個人的に思って、レンタカーが全部埋まるってあんまり想像したことなかったんですよ僕。そんなことあるって思ってたんですけど、あるんですよ。でレンタカーがないと沖縄の旅行って結構絶望的で、沖縄って車あってこその沖縄旅行と言っても過言ではないんですね。車があってのだから、レンタカー借りれないからっていうと、もうそれは沖縄旅行やめるやめないみたいな話になるぐらいのレベル。だからね、レンタカーはとにかく事前に取った方がいいです。本当にかなり見越して取った方がいい。キャンセルするかもっていうリスクもあるけど、借りれないよりはマシだなって思います。結局そのサロンメンバーの人には僕がね車をなんやかんやで提供することになってるんですけど、本当にねレンタカーない車ないっていう状況だと本当に沖縄旅行の 90% をそがれるみたいなもんなんで、とにかくレンタカーで気をつけてください。はい、ということでね、この3つぐらいがね沖縄旅行では気をつけた方がいい3つかもしれないですね。まあ泊まるとこっていうのはより楽しめるためにって意味ですけどね、さっき言った台風時期の問題とレンタカーの問題はこう旅行自体に支障をきたし始めるので、ここは本当に気をつけてください。まあこれも僕ももう住んで得た知識、なので多少確かかなと思います。はい、ということでね、他の配信者の方もね旅行注意すべき点とか挙げてるかもしれないので、いろいろ調べてみてください。僕と違う意見ももちろん出てくると思います。はい、
ということでね、今回は沖縄旅行に行くなら気をつけるべき3つのポイントをご説明させていただきました。他にもいろいろ動画載ってますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。達郎でした。さよなら。